良いも何も悪い場所なんてありません。見た目だけでなく、私は普通です。いえ、特にございません。持ってきていただかなくても結構なのですが。そういえば、また紙袋を持っていらっしゃるのですね。やはり絵本なのでしょうね。雪の話ですか？されたのですか？雪ですか。そういえば、この島は決して雪が降らないと聞いてます。雪。いえ、そういうわけではないのですが。雪は冷たいのでしょうかね。面白いですね。写真を見る限り、ほわほわして暖かそうなのに。終わりですか？そうですね。吹雪？吹雪とは何ですか？雪の嵐、綺麗なのでしょうね。
そうなんですか。いえ、別にそんなことしていただかなくても。はい。雪、これは冷たいのでしょうか。想像がつきませんね。これが冷たいものだなんて。見てみたいものです。雪が感動を？なぜですか？雪は氷の結晶が集まって地上に落ちてきているだけですよね。それが人に感動を与えるのですか？ちょっとわかりません。もうお帰りになるのですか？そうですか。ではお仕事頑張ってくださいませ。はい、ありがとうございます。
そうですか。またなしですか？食べるかではなくて食べろでしょ。リンゴとナイフを貸してください。はい。知りません。記憶にありませんから。戻りません。あまりそのことにも興味がないのですが。ありがとうございます。はい、おいしいですね。とお答えすれば満足でしょうか。はい、何でしょう。呼び出しですよ、所長。Thank you.
何？眠そうだね。血は不眠や食欲不振や疲労回復にも効くんだな。精力だけじゃないのよ。とにかく効くから飲んどきなさい。あ、本当に飲んだ。本当に効くから安心して。調子は悪くありません。本当に次々といろいろと持ってくるのですね。そうですか。紅白饅頭？何です？めでたいこと？何ですかそれは。体におかしい場所などないですから当然です。そうですか。私としてはすぐにでも退院したいのですが。迷惑な上司が押しかけてこなければ。